え、私が査定するんですか、はい、ですコロンビアさんですか。デヴィ夫人に譲りますすいません、やったCCM にご出演されていらっしゃいますデヴィ夫人に今日は査定に挑戦していただきたいと思っております。え、私が査定するんですか、はい、そうなんです、でちょっとその可愛らしい猫の手だとしにくいかと思いますので、猫の手を外していただきまして、はい、あ、大変綺麗なエメラルドですね。はい、はい、そうなんです。こちらはプラチナ 929.88 カラットのエメラルドリング、周りは 4.18 カラットのダイヤとなっております。それではデヴィ夫人、はい、見ていただけますでしょうか。これはエメラルドはコロンビア産ですか、後ほど私見て、はい、うん、お答えします。多分その辺も夫人見れると思うんですが、うん、作りはお菓子町ですね。はいはい、うん、デヴィ夫人はつかめましたでしょうか、これぐらいと。はい、はい、ありがとうございます。では水野さん、はい、ぜひご質問もございましたので、はい、見ていただいて、はい、ではこちら、そうですね、こちらは先ほどデヴィ夫人がおっしゃった、産地は、コロンビア産という産地のエメラルドになりますね、はい、おかけいただきましたので、それではデヴィ夫人からこちらのリングの査定額を発表していただきます。お願いいたします。はい、1000万円。1000万円なんですね。わあ、これはもしこれがもう少し濃いグリーンでしたらもう少しいったかなと思うんですけど。なるほど、色で。そうですね、綺麗ですよ、とっても綺麗です。でももっと濃かったらもう少しいくかなと思うっていうところなんですね。でも1000万円ということです。それでは水野さん、はい、査定をさせてください、はい、私の査定額は、はい、1100万円です。ほぼ同じぐらいのところで、はい、まあ、そんなに、はい、っていうところでしょうかね。デヴィ夫人、はい、いかがでしょうか。私ね、エルメラルドの結構コレクターで、そうなんですね、いるんですよ。で、とっても綺麗、はい、で、エメラルドカットも素晴らしいし、なんか買いたくなってしまいますね1100万円でだったら、じゃあ私1200万円おなんか上がっていきましたね。1200万円だったらとおっしゃってました、はい、夫人が1200万円、はい、私1200万円でじゃあ買い取りましょうか。夫人の買い取りが1200万円になるというちょっとお顔が渋くなってますよ、水野さん。いや、ちょっとバイヤーとしてはやっぱり欲しくなるんでですね、はい、なんとかそこ超えたいなぐらいな感じですけども、さすがに1200万円はちょっとお高いのでですねちょっとそこはもう、はい、もうデヴィ夫人に譲りますすいません、やったすいませんやったと喜んでらっしゃいます、はい、そうですね、コレクターでいらっしゃるという話ですから、ぜひお手元に ご検討いただけたらと思います、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。